ぶん暖かくなってきたね。桜ももうすぐ咲くかな。そうね、そろそろいろいろな花が咲く季節よね。たくさん押し花が作れるから春は大好き。ああ、でも夏も秋も冬も好きだけど。白爪草の花ももうすぐですよね。お花の冠とかも作りましょう。くー、相変わらず乙女っすね、美月さん。え、そうかな。もうそんな季節か。そろそろ衣替えもしなくちゃね。なんかお母さんっぽいんだよな、ふーは。え、いや、衣替えはするでしょ。ね、するわよね、みんな。何必死になってんの。別に必死になんて。でも間違ってないわよね、私。するでしょ、衣替え。まあ確かに衣替えもするけど。でしょでしょ。ほらほら、聞いてた。頭聞いてるよ。でもどっちかといえば今年の春物新作買いに行こうが女子のたしなみじゃない。おお、すげえ、本物の女子力だこれ。銀、それじゃ風さんの女子力が本物じゃないみたいだからダメよ。女子力の何たるかを知らない小学生にはちょっとレベルが高すぎたみたいね。夏目さん、どうしたんですかその声。心配かけてすまない。ちょっと風邪気味で。大丈夫？喉が痛むなら大根の蜂蜜漬けが効くわよ。それと咳が出るならレンコンをおろしたやつもいいわね。作ってあげようか。はあ、すごいな、くって。どうよ、私の女子力ちょっとは見直したでしょ。いや、なんていうか、ふうのは女子は女子でも互換力。いや、あ、今のはどっちかというとおばあちゃんの知恵袋。何を？タマだって人のこと言えないんじゃないの？確かに女子力という点ではタマチ先輩はもっと可愛い格好すればいいのにって思うよ、私は。アンズ、余計なことを。だって見てみたいんだもん。そういうことならミノさんもだよ。え、いや、私はいいって。もう十分。十分？それってどういう意味ですか？前に一度やったことがあるんです、銀の着せ替え。ミノさん可愛かったよね。なーによ、そんな楽しいことするときはセッカさん呼びなさいよ。いや、ここの世界に来る前の話っすから。あわあわしてるミノさん、相変わらず可愛い。あんた、キュンキュンしちゃうよ。あんたら揃いも揃って。もう二度とあんなことしないからな。おしゃれなミノさん、みんなも見たいよね。うん、女の子はおしゃれしてなんぼだからね。セッカさんはいつもおしゃれですもんね。まあこれくらいは普通じゃない。ファッション関係の仕事に憧れたこともあったけどね。素敵な夢ですね。だから素材はいいくせにおしゃれに無頓着な子を見るといろいろやりたくなるんだよね。おお、セッカ先輩が不吉な笑みを。その視線の先にいるのは、なんか背中にものすごく熱い視線が。うん、よくわかんないけど振り返っちゃダメなやつだと思うぞ、多分。え、なんすかそれ。怖いから一緒に見てみましょう。せーの。うわ、やっぱり北国の雪をも溶かすアッキーの熱視線。どうなる、ミノさん&タマコ先輩。私もタマチ先輩のおしゃれしてるとこ見たいです。ほら、アンズ裏切り者。じゃあタマちゃん、銀ちゃん二人合わせて。で、あれ、銀ちゃんはさっきまでその辺にいましたけど。そう。おっ、銀、何一人で逃げ出そうとしてるんだ。待て、
私はもう一回やってるし。一回やってれば二回目だって一緒だろ。減るもんじゃなし。確かに減るどころか楽しい思い出いっぱい増えたもんね。可愛かったですよね、あの時の銀。そうだったわね。思い出作りか、楽しそう。せっちゃん、私も手伝うよ。やってみよう。だね。銀ちゃんとたまちゃんか、どんな服が似合うかな。いっそのことファッションショーしませんか。銀ちゃんとたまっち先輩で。ミノワさんも捕らえたわよ。ユナ、シカゲ、ナイス。誰か助けて。バーテックスが空気読んだ。こら、銀、違うでしょ。もう、バーテックスは空気読まないにゃ。いや、これ以上ないほど読んでくれたぞ。何のことだ。実はさっき部室でカクカクしかじか。ファッションショー面白そうじゃない。でしょ。私がやるからには大変身しちゃうわよ。楽しみにしててね、たまちゃん。若葉、なんとか言ってやってくれよ。そのくらい付き合ったらどうだ。う、裏切るのか。いつも日向に着せ替えされてそうな若葉なら味方になってくれると思ったのに。確かに着せ替えに付き合わされることはあるが、別に嫌だとは思っていないぞ。そうだったのか。よっぽど変な格好をさせられるのでなければな。日向も喜ぶからそのくらいは構わない。ああ、ご先祖様、さすがのイケメン。ついでにノギーにもファッションショーさせたら日向が喜びそうだね。若葉ちゃんのファッションショー私も見たい。私も見たいです。な、やってしまったわね、ノギーさん。油断してると巻き込み事故に遭うのよね、このメンバー。皆さん、ご歓談中のところ申し訳ありませんが、そろそろ敵が到着しますよ。たまっち先輩って実は髪の毛を下ろすとすっごい女の子っぽくて可愛いんですよね。確かにそうかも。となるとキラッキラに女の子らしいのもいいかもね。そういうたまっち先輩見てみたいです。ふわふわのブラウスとかワンピースなんかも似合うかも。イメージ膨らむわ。早くバーテックスを倒して準備したいですね。だね。じゃあ今日は私らでちゃちゃっとやっつけちゃおう。はい。こんなに終わってほしくない戦闘は初めてだ。ワッツタマコさん、ずいぶんげっそりしてるけど。いや、なんでもない。できる限り頑張るよ。伊予島さんがあんなに嬉しそうなんだから、そのくらい付き合ってあげればいいんじゃない。そうは言うけどさ。ミノさんはもういやいや言わないんだね。さっき日向さんが喜ぶならいいって言った若葉さんが超かっこよかったから、私もまあそのことスミが喜ぶんならそのくらいいっかってね。わあ、ミノさんかっこいい。ギン、大人になったわね。まあね、小学生でさえああなのに。わかったよ。やれば。タマちゃんもやる気になったことだし、さっさと片付けちゃいましょう。さて、お楽しみのファッションショーの時間だよ。おお、せっかさんが本気を出せば。どうしたの、アンズ。だってだって、ねえ東郷さん。
抱きしめてもいいかしら。ずるい、ミノさん、私も。うわ、ちょっと、苦しい。いい光景だね。張り切った甲斐があったってもんだ。しかし、タマコは髪の毛を下ろした本物の女の子みたいだな。タマは本物の女の子だ。本当、タマちゃんの女装すっごくよく似合ってるよ。高島さん、一応だけど女装は男の人に使う言葉よ。そっか、ごめんごめん。言いたい放題だな。ああ、若葉ちゃんにもファッションショーしてもらいたいですね。じゃあ今からでもやってみる？何を今さら。何照れてるんだよ。さっき樹海で言ってただろ、日向が喜ぶなら嫌じゃないって。え、若葉ちゃんがそんなことを。それは話の流れで。本当かっこよかったんですよ、若葉さん。はあ、今日ほど自分が勇者でないことを悔やんだ日はありません。いや、それはあれだ。まあ、その…もしかして、日頃から樹海ではそんな会話か。そんなわけはないだろう。常に戦闘のことを、第一に。若葉ちゃんのその態度で、真実がしっかり伝わりましたよ。だから、そんなことは…ご先祖様っては可愛い。本人を前にすると照れちゃ